ダンダンダダン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 。あ、どうも皆さんこんにちは、モッティです。今日はお祭りに遊びに来ちゃいました。何ですかこれは。これが屋台ですか。たこ焼きがありますよ。急に始まったんだけど、この夏祭りで。こっちにはホットドッグもありますよ、モッティ君。なんやなんやなんや。ウィスパー、ういやウィスパー先に行くよ。なんと金魚すくいも、どれも美味しそうです。え、金魚食うの、金魚食べるのお前。マジか、趣味悪いな。お前とは友達になれねえな。なんでなあ、お前ら知ってるか、学校の七不思議。それぐらい知ってるよ、有名だからね。うん、音楽室のピアノが勝手になるとか、理科室の骨格標本が動くとか、階段が増えるとか、校庭の銅像が動くとか、まあどれもありがちなやつばっかだね。それがな、それだけじゃないんだってよ。夜になるとどこからともなく声が聞こえてくるらしいぜ。遊ぼうよってな。そんなの聞いたことないけど、最近になって噂が流れ始めたんだよね。当直の先生に聞いた話だけど、疲れてただけかもしれないし。それってもしかして妖怪の仕業なのかな。それで七不思議どうしたの。今から確認しようぜ、その噂本当なのかよ。へぇー、へぇもうすぐ花火が上がるだろう。あー、この屋上で見たら綺麗だぞ。俺屋上から花火見たらラーメン飲むのが夢だったんだよね。あんまり学校の屋上って最近登れないからね。ついでに噂の真相を確かめたいってこと。そうそう、そうとそうと。どうする、屋上で花火か。ちょっとそれは見たいかも。じゃあ決まりだぜ、学校に集合だぜ。おせえ、足おせえ、俺足おせえ。めっちゃ走ってんのにすげえおせえ。歩くと大差ない。しょうがないな。ねえ、俺たちも学校へ行こうぜ、ウィスパー。ねえ、ウィスパー何やってんの。かき氷。ああ、待ってください、持っていく。右手に持ってるのはリンゴ飴ですかね。なるほど。ドキドキ、肝試し。まあ、夜の学校にね、入ったことは僕もほとんどないですね。屋上とかもだって特別な許可とかがないとさ、入れないもんですよね。って言ってるそばから、こんにちは、雲海さん。見つけていただきありがとうございます。私は鏡の世界通れば遠くへひとっと見てきます。お。あ、こうやって話しかけることによって、どっかに行けると。うん。天野家にも行けると。おう。まあ、ちょっとまあ、うろちょろしてこうぜ。とりあえずは。あ、てかここだよね。神社だよね。神社だね。昔から大森山に住んでいる猫とか餌をあげておくんだよ。最近はその餌場が争うやからがおるみたい。もしよかったらちょっと様子を見てきてほしい。姿を見せなくなったんで心配じゃうと。オッケー。先に浮かぶのは他の動物ですけど、カラスとか。どうでしょう、猫の餌を全て平らげることもたくさんいるようには思いませんが、僕に行って猫たちの様子を見ていきましょう。OK、じゃあ頼みだけ聞いていつも通りスルーしていくパターンですね。はーい。で、とりあえずこの出店の間をこうスーッと抜けて、これ出店でさ、なんか変えたりしねえの、なんか変えないの、なんかこうたこ焼きくださいみたいな。あ、ないんだ、別にないんだ。じゃあ行くか、この階段をね、下がって、オッケー降りたら行きましょう。で、とりあえずは、その夜の学校か。いいなぁ、夢があるよなぁ、本当に。まあ、そういうところで天体観測した思い出ぐらいしかないですからね、僕はね。あ、ん、ちょっと、熊にも話しかけたい。あー、またお前かーい。またお前かーい。あ、しかも今度は話が長い方だわ。長い方のやつちゃ。長バーナー。長バーナー。こんにちは、長バーナー。生徒皆さん、おはようございます。校長の長バーナーでございます。こら、そこのチビ、よそ見しとったらあかんで。お、ほん、それでは、朝礼恒例のありがたいお話をさせていただきます。校長先生特有の長い話ね。ほんとに。ほんと、校長先生の話長いから。うん、経験値。バトル強くなるんは経験値様のおかげやで。経験値バトルして相手倒す探すのめんどくさい。そうね。めんどくさかり坊やな。ダルダルマにも取り憑かれてないか。自分ダルダルマやろう。違うか。
めっちゃ経験値稼げるとこ、そう、それ大事。もうちょ、実況動画とかにはもう必要不可欠、その穴場。裏路地、はあ、路地裏、裏路地。魚屋の裏とかコンビニの裏とか、そこが裏路地やね。ああいうところは妖怪がうろうろしてる、人間が待ち構えてんだよ。そりゃバトルになるわな。敵がうろうろして待ち構えてんだからな。いやでも向こうから来て便利や、すぐレベルアップするで。まあね、まあまあまあ、お使いとかクエストはまあ知ってる。知ってる知ってる。ええ。敵が友達にもなったりする。もう行くしかないやろ、裏路地。裏路地な。よろずマートにコンビニおにぎり買って行ったらええねん。まあざっくり説明悪いかと思うんですけど。まあ確かに、自分でこうね、いろいろ探すよりは、裏路地行った方がいいのかなっていう感じはしますけどね。なんか、俺が求めてた情報とちょっと違うのよ。なんかはぐれメタル的なものが欲しかったのに。ビビってこない、モッティ。ここの通用口から、入れるぜ、と。当番の先生いないみたいだ、そーっと入ればバレない。本当に大丈夫かよ。見つかるだけ大丈夫だって。早く鍵手に入れて、学校の中探しようぜ。じゃあ、鍵を探すわけ？校内の鍵を手に入れる？え、入れたよ。え、いいの？え、学校に入るための、鍵あるね。確かにこう、ありますよね。こういう職員室のところにね。校内の鍵をまとめてゲットして、鍵束をゲットして。何？誰かいる？あ！消えた。これって、クマが言ってた。うわー、かくれんぼなんかしたくないんですけど、みんなさらわれてしまいましたよ。きっとこれは学校に住んでいる妖怪たちがいたずらに間違いありません。なんとかして、この声の主を探し出し、ふみちゃんたちを助け出しましょう。そうだな。ふみちゃんだけ。ふみちゃんだけは助け出さないとあかんな。うん、その他二人はどうでもいいわ。うん。他二人に関してはどうでもいいけど、ふみちゃんだけは取り返さないと。よし。じゃあそしたら、この辺？もう鍵ゲットしたから扉全部開いていく感じなのかな。うわぁ！そうさ、飛び出してくるパーターンやめようって、心臓に悪いってまして。飛び出してくるパーターン。ああ！ちょっと！え？今111とか入ったでしょ？待って待って待って、急に強くなりすぎじゃない？敵。回復して、どうした？攻撃力が強いだけ？攻撃力が強いだけ？攻撃力が強いだけか？そういうこと？あ、かわした！なんか当たったら急所に入るみたいな。痛恨の一撃的な。いや、強く、あ、なんだ、え、今の何だったの ?111 とか。強すぎじゃない？いくらなんでもおかしいよね。さすがにバカ強すぎでしょ。6、あれ？え、なんでえ、なんで今そのダメージ入ったの？え、なんかの技？ちょっと怖いですね。ちょっとこういうの放置しておきたくないんですけど。ちょっと怖い。まあ、とりあえず開ける。まあでも、とりあえず、ふみちゃんとか探しまくればいいだけの話でしょ。この辺もスッと出てきそう。うわー、なんかいる。なんか教室のとこに立ってるよ。話しかけた方がいいのかな。あ、でもこいつ見たことあるな。この前博物館にいたやつでしょ。じゃあいいんじゃねみたいな。じゃあいいんじゃねあ、鏡！あ、やったー！学校にもアップすることができた。オッケー。ちょいちょい、ほんと、これ、あれだな。運がマジ大事だな。これちゃんと一個一個しっかり見つけていかないとですね。あ、何、イベント？なんだこの机。不自然だね。明らかに不自然ですよね。どうしてこんなものがあるんだろう。誰かが意図的に作ったようなものですね。見事に積み上がってます。もしかしたら、妖怪の仕業？そうかもしれません。一体なぜ？これリアルにさ、やるでしょ？これ、あかんやっちゃうの、小学生がさ。これ、俺が積み上げてないよ！妖怪の仕業だし！とか言ってさ、やるやつじゃないの、これ。教育に良くないでしょ？あ、ふみちゃん！ふみちゃん！ふみちゃんが、男子トイレに入っていく！おやおやおや、なんか大人の香りがプンプン漂いますね。
これは早めに追っかけないとちょっと大変なことになっちゃうんじゃないかな。ニヤ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 。どこ行ったらいいの。やべえ、よだれだらだらして、やべえこいつこの親父やべえな、やべえなこの親父、やべえよ。アイドルの現場とかによくいるよなこういうやつ、怖えマジ怖え風評被害だよ。一緒に遊ぼう。お、非常に近い位置から怪しい気配を感じます。調べましょう。理科室を妖怪レンズで調べましょう。あ、コラコラさんじゃないですか。カラカラさんはね、もう僕もいますよ、手持ちで。すでに、カラカラさん見つけた。カラカラさんを持っているから、カラカラさんとは仲良くなれるみたいな。あらやだ、あなた、私が見えるの？うん。俺友達探してるんだけど、この辺人間見なかった？それってもしかして生意気そうな、ちょっと太っちょな。そう、あ、そういう、そう、そうだ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 。間違いなく熊だ。ああ、それだよ。ああ、それなら、ここにいるわよ。やったぜ。見つけたぜ。悪魔だよ。やっぱりこの子探してたんだね。でも返してあげない。なんでや、そんなん関係ないやろ。困ってる私の方よ。この子は私をひどいいたずらしたの。何、レディーに勝手にあばらを抜いて持っていくなんて信じられないわ。信じられないな。そうだな、もうこいつのことこのままこの中に入れとこうぜ。ずっとレディーのあばら抜くとかちょっと男として失格だわマジで。あ、この子の友達だったら私のあばら探してきてよ。いや、もう探してきるよ。もう探してきてあげるけど、あのこいつはもうこの中にずっと入れといていいからマジで。あ、確か右側に一本足りないですね。しかし学校中探し回るのは骨が折れますよ。あばらだけにな。自分の教室に持って帰るって言ってたから早く探してきてください。それまでこの子を預かっておくわとしょうがないですね。本日はまず探していきましょう。5-2 5-2 5-2 って小学校の教室って確か上が高学年だよね。ってことはこれ多分2階じゃん。3階とかなんじゃないの。鍵かかってる。あ、こっち開かないんだ。3階とかなんじゃないの。もう1個上とか5の、ああ、違う。5-3って書いてあるわ。じゃあ、ここだわ。5-2。んで5-2の、あ、あった。あったあったあった。結構骨太だ。え、綺麗なあばら骨。やばい。そして、ハゲ親父が、ハゲ親父が、ハゲ親父が来たー逃げろーハゲ親父から逃げろー。よし。はい、あばら持ってきました。私のあばら持ってきてくれたかしら。うん、これだよね。よし。まあ、とりあえずでは、これはね、返してあげるから、あとはクマはそのまんまにしといて。よかったー。これ見つからなかったら心配でご飯も喉に通らないのよ。喉？喉？これで安心して眠れるわ。よく足して美容の大敵。美容？それじゃあ、約束通り、この子返してあげるね。あ、ありがとうございます。ね。別に、いらなかったんですけど、こいつは。あ、俺はどんな、どうしてこんなとこにいるんだ。ああ、心の友よ。まあいいや。俺は先に屋上に行くから、お前も早く来いよな。ほんと、ひょうきんなやつだよな。ピンチョンと抱きつけてくれる友達がいていいわね。私もあなたみたいな友達が欲しいわ。いつもここに一人ぼっちだからすごく寂しいのよね。それじゃあ僕と、あれ俺もうお友達になってるんだけど、カラカラさんと。寂しくないでしょ。あら、ダーリン、私一生ついていく。2匹目もうすでに友達なんだけどな。カラカラさん、友達なんだけどな。ちょっとまあどっちのカラカラさんが強いか、まあ後でね、見てみましょうか。思いがけない友達ができましたね。持っていく。クマは屋上に向かっているようですし、早いところ後の2人を探しましょう。お、鍵が開いた。いいですね、便利だね。非常にね、次どこ行ったらいいか分かりやすいっていうね。こういうところはね、妖怪ウォッチいいところですね。マップがそんなに広くないときはね、こう親切設計っていう。あ、へえ、2年生の教室と5年生の教室がこう横に並んでるんだね。あ、なんかいた？あ、マジで？なんかいた？全然気づかなかった。マジか。全然気づかなかったな。まあいいや。OK。あ、てか、いる。あ、竹親父がいる。
アップで見たら意外とアイドルの現場にいないこいつ、こういう感じのやついない、いない、思いのほかもうちょっと、もうちょっとちゃんとしてる人ばっかだよ、アイドルの現場。よし、強いな、一発通常攻撃で66、強いね。ハイカラパラス強い、100ぐらい入ってない、90か100ぐらい入ってるよね。オッケー、レベルもバシバシ上がっていこう。うん、はい。で、てかさ、影丸ぐらいなんだね、進化するのね。あ、だからもう取れない。取れないから、ぐるっと回って。ほんで、んでどこ行くんやったっけ。あ、ここもと、あ、ここ空いてる。とりあえず、道なりに行けば、誰かしらに会えそうな気がしないでもないけど、ちょっと教室ではないでしょうね。ここ何室？音楽室。あ！館中！ねえ、聞こえるだろう。ピアノが鳴っているんだよ。勝手に。ムブブ、ムブムブムブ、このピアノの音、怪しい！非常に怪しい！調べてみましょう、待ってく。今すぐ調べてみましょう。まあ、ピアノを調べると、そこには、音楽の先生が、そう、5年前に転勤していったあの音楽の先生が、こんなところに、いるんですね。あ、モテモテン？あれあれあ、あれモテモテン？うん？な、これあれなの？味方になったキャラクターが出てくるみたいな、そういうことなの？下手くそなピアノか。カンチ、何してるの？あ、モッティ、なんか気づいたらこんなとこにいたんだけど、見てこのピアノ、何もいないのに勝手になってるんだ。なんか仕掛けがありそうだけど、これ、それにしては下手すぎてない。中に機械が入ってて壊れてる可能性もあるし。ねえ、ユウたちさ、彼に何とかしてくれない？彼をか、人がピアノの練習してるのにすごいダメ出ししてくるんだよ。女の子に聞かせるために練習台連れてきただけなんだけどさ、正直へこむよね。あるある。ちゃんと指導してほしいよね。そう、あの人のことをね、蔑むんだったらね、ちゃんとそれなりのね、指導しなさい。大事だから、ちゃんとこうしたらいいよっていうのをしっかり教えなさい。大事だから、本当に。カンチ、クマたちは屋上で待ってるって、一緒に行こうよ。ピアノに仕掛けがないか調べたら、後で行くから待っててよ。どうしたらいいんだろうね。めんどくさいですね。わかったよ。ちゃんとしたら演奏を聴かせたらいいんでしょ。ユウたち、図書室で楽譜を取ってきておくれ。それがあれば、まともな、曲を弾けるはずだから。そうすれば、きっと彼も納得して、ここから立ち去ってくれるはずさ。はぁ、あ。なんで呪いにかかってんだろうね、カンチはね。まあ、図書室に行けと。了解。図書室は、まあ、あれか？だいたい、一番上の階か一番下の階だよね。まあ、場所によるんだろうけど。あ、ここで入れる。宝箱をゲットしていく。そしてなんか、マントをまとってるやつがいるんだけど、これすげえ怪しい。いや、普通の妖怪だった。普通の妖怪だった。怪しいなって一瞬思ったけど、あ、図書室じゃん。早い。やーケルベロス。ケルベロス、戦いたい。俺はこいつと戦いたい。戦いたいぞ。楽譜を取った。ちょっと、戦っていいかな。戦っていいかな。こいつめっちゃ強そうだとは思うんだけど、多分、強敵。絶対に仲間にしたら、最強になる。カオベロス。やばそうだな。攻撃力はめっちゃ高いでしょ。いや、そんなことない？あ、そんなことないか。なんかこういう見た目のね、キャラクターってさ、すごい強いイメージあるけどね。あ、でも耐久型？耐久型って近くすると？右側のやつはね、なんか魔法系だなって思うんだけど。お金をばらまく。どういうこと？お金がなくなっちゃう。それやめてほしい。とりあえずエビチリだけど、エビチリ。エビチリ。とりあえずエビチリを投げるプレイ。迷ったらとりあえずエビチリを投げる。癖になる味。任せとけ。もうこれでゲットできるだろう。HP 高いなぁ。思いのほか。HP 高そう。OK、一発した。よし。OK。あとは？よし。OK。倒した。頼むぞ。いいやつくれよ。来い。仲間
ならないね。全然ね。全然仲間ならないですよね。どういう判定なんだろうな。やっぱ運ゲーなのかな。一発勝負なのが辛いよな。はい。楽譜持ってきましたよ。ユウたち、楽譜持ってきてくれた？はい。どうぞ。ありがとう。恩に切るよ。お礼にユウたちも僕の演奏を聞いてきて。うまいな。うまかったんじゃないのか今の演奏は。やっと満足してくれたみたいですね。下手くそなピアノの謎を解けたよ。これ自動演奏ってやつだね。きっと中の機械が詰まったか何かでおかしくなっちゃっただけなんだろう。はあ。機械が詰まるっていう表現もなかなかね、理系チックですよね。謎も解けたことだし、僕は屋上へ行こうかな。お、行ってらっしゃい。お元気で。感じも納得してくれたようですし、あとはふみちゃんですね。どんな理由があっても男なんて連れてくるもんじゃないわよね。向こう側の扉の鍵開けておいたから彼と一緒に消えてくれるかい。早くピアノ練習戻りたい。はい、戻ってください。もう僕は特に何も聞く必要もないですから、あなたのピアノなんか。じゃあね。はい、バイバイ。はい、バイバイ。はあ、何だったんでしょう。単純に図書室に行っただけだったな。よし、したらそうだよ、男子トイレに入っていったふみちゃんだよ。男子トイレに入っていったふみちゃんだよな。何しに入りに行ったんだろうな、男子トイレだからね。隣にね、女子トイレあるんだから、女子トイレ入ればいいじゃないですかね。ね、なんでわざわざ、男子トイレに入ったんですかね。混んでるわけじゃないしね。ホッティ君、非常に強い陽気を感じます。準備はいいですか？よくないです。回復します。はい、オッケー。じゃあ行きましょうか。行きましょう。ふみちゃん、遊ぼうよ。この声、遊ぼうよ。ああ